総本山第67世日経上人芸家ご教示、すべては正代から。第46条、無量の戒徳を収める。妙法蓮華経を授持するとき、おのずからその身は戒において無量の功徳を収める。戒とは妄悲思悪の戒めで、不摂生、不中等、不邪淫、不妄語、不音樹の誤解をはじめとして、あらゆる悪を戒め善を行うことであり、人間道徳の基本である。ただしこの戒の層に根幹と仕様があり、時代と気根と国土環境によって教えの大小の変わり方は一様ではない。特に末法の現代は、使用煩雑な症状の250回、500回等は、かえって有害無薬となる。本来の戒定への教法を、その先人より見るとき、時代的順序とは逆に、大乗は症状より深く、実大乗の法華経は言大乗より深く、法華経中、本門は釈門より深く、受領本門弟の本人名は文上本願の本門より深いのである。そして仏教伝道の現れ方は、まず華厳経の高次な当てがいの法義が開かれた後、浅い法が華道上に現れ、その後次第に従前指示して仏法の正義が開かれたのである。したがって戒もそれぞれの教えの工程に基づいて、農会、諸会の関係がある。正常の会は、大乗より開かれ、大乗の会は、法華経より開かれ、法華経の会は、本門より、本門の会は、門弟本人名の根本会より開かれる意義を持つ。末法は、根本の受領門弟本人名の妙法が出現し広まる時期であるから、戒も使用の大小の諸戒を保つことは有害無薬であり、本因の妙戒のみが根幹である。この根本戒に一切の諸戒は含まれているので、社会の常識である人倫道徳の諸戒はおのずから踏み行う意味がある。本門門弟の妙法蓮華経は、一切の諸仏の万行万全を総括し、一切の戒の徳が収まっているので、これを授持する妄悲思悪の徳は無量である。この一切具足の妙戒は、行者が上心を持って授持を誓うとき、その者に永劫不変の戒徳の体を生じ、自ら破ろうとしても破れることはない。ただし、この妙法の発体に背く者は、その在業によって無量の法鉢、仏鉢を生じ、長く地獄ないし、三悪道に苦しむが、調合の後、その罪を滅して、初めに受けた解体の功徳によって成仏する。三世の諸仏はすべて、妙法の戒を如実に保つことにより仏となられたのである。この根本の戒は妙法の授持と法棒を限界することであり、すなわち入信して戒を受けるときの門戒がそれである。